ポケモン GO プラスプラス、開封動画プラスレビュー、イエーイ。ちょっと訳あって事情あってアマゾンで注文する時間がちょっと遅くて、あの7月14日発売に対してこれ予約したのなんと7月の10日で届いたのが今日7月の16日発売日から、2日経ちましたね。でもまあ無事届いてよかった。ちなみにお値段、これはまあいろいろあると思いますが、これ Amazon 公式商品で、これ僕が買った時は5000円でした。なんか安くねって思いますが、単純な話です。ポイント貯まってたから全部ポイント使ってやったんですポケモン GO プラスプラスはまあ昔発売されたこのモンスターボール型のこのポケモン GO プラスね、1個プラス抜いてで、自動的にモンスターボールを投げてポケモンを捕まえてくれ、自動的にポケストップを回してくれるっていう機能を持ってるんですが、当時僕がこのポケモン GO プラスを買わなかったんですよ。買えなかったっていうのが多分現状正しかったのかな。まあ、あっちこっち行っても売ってないしって。で、後に、任天堂スイッチ、ポケットモンスター、レッツゴーピカチュウ、レッツゴーイーブイの時に入ってたモンスターボールのコントローラー。あれもモンスターボールプラス同じ力を持ってるっていうね。しかも中にミュウが入ってるっていう特別なやつが出て、それだけを予約して買ったんですよ。そして、いざ、使ってみたら、まあ、あの時は機種が悪かったって言っちゃあれなんですけど、何にも動かなかったんですよ。バックグラウンドにしても、バックグラウンドならポケモン GO が終了しちゃうから、動かないんですよ。今は一応機種変えたからって思っても、それが怖くて、それ以降結局機種変えた後も、アンドロイド今10以上だけど、それでも、もう手出さなくていいかっていうことで、モンスターボール、それ以降封印して、どこに今あるんだっけっていうね。確か、カツくんの家にあっつけたような、でも結局カツくんも使わなかったんだっけっていうね。結局ね、使わずに終わってしまったほぼモンスターボールプラス、ミュウもらっただけだったっていうね。で、今回は、まあさすがに、あれからバージョンアップしてる、スーパーボールとハイパーボールも今回は使えるということで、ね、前回モンスターボールしか使えなかったから。それもあるから、今の機種ならいけるんじゃないかっていう気持ちで、あと、まあナイトキャップとカビゴンして、今後ポケモンスリープと連動ということを含めて、よし買おうっていうね。ギリギリまで悩んで、まあ、いっかっていうところで、アマゾンでちょうど在庫があったから、よし、これポイント全部使えばいけんじゃねと思って買ってしまいました。いやー、でもね、一番怖いのはね、連動本当にできるっていうね。一緒。おぉ。よっ。よっ。おっと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 。なんだ、これどうなってるんだ？ピカチュウの、これ、ストラップか。止めとくための。なるほどね。プラス、プラスでございます。カチ。おー、光る。あれ？説明書は？説明書は？あ、これか。ちょっと待って。説明書。これだけ？この後はとりあえず実際にモンスターボールプラスを使った映像と、多分ポケモン GO で連帯されてる映像が、お届けになると思います。そして、最終レビューをその後したいと思いますので、それでは、一気にゲーム映像に飛んで、どうぞ！切断されちゃうんですけど、なんで？接続、これ、え？再接続。おーい。おーい。どうなってんだ？え？
このデバイス中、再度、いや、まだ一回も、繋がってないんですけど。え？メインボタン、同時押してください。うわぁ、びっくりした！ああ、よかった！ポケモンスリープの世界へようこそ。私の名前はネロリ。ここでポケモンの眠りについて研究をしているよ。素直なピカチュウ。最高やんけ。テストに進む。今めっちゃめっちゃ可愛いのが流れてる。ポケモンスリープラスからピカピカチュウ。というわけでして、ポケモン GO プラスプラスを使っていろいろやってみました。ポケモンスリープでもやってみたんですけど、思いっきりポケモンスリープの寝起きを、撮影ミスしました。あ、すいませんでした。カメラ回してオンにして、さあ睡眠時間の記録を見るよと思ったら、カメラ回ってませんでした。ごめんなさい。ポケモン GO プラスプラスやってみて、ざっくりレビューでございます。ポケモン GO に関しては慣れればかなり使いやすい。最初戸惑ったけども、まあやっぱりね、結構使いやすいっちゃ使いやすいです。ただね、なんだろう、お散歩行とかにやるとちょっと混乱する。お散歩行とか混ぜるよりかは普通の行でやった方がいいかもしれない。で、睡眠時間の記録に関しては、一応このポケモン GO プラスプラスで読み込んで、ポケモン GO で参照しても、その同じ6時間以上寝ても、まあ、このように、ポンポンポンとね、まあ、このように、村が結構あると。だから、睡眠機能としては、これ、うまくいくときもあって、うまくいかないときがある。とにかく、その時、ポケモン GO プラスプラスを絶対に動かしちゃいけない。もう、完全固定した状態で枕の近くに置いておかないと、ちゃんと記録できません。なので私はティッシュ箱を改造してうまく平らに倒すようにしてました。でもどうしても俺寝相が悪いから。ぶつかった瞬間に記録消えちゃうのかな、これ。さあ、このポケモン GO プラスプラスでどんなポケモンの世界が切り開くに行くのでしょうか。楽しみですね。というわけで、次のどっからポケモン動画で会いましょう。バイバーイ。